電光堂株式会社、電光堂 A、電光堂 CEO、LTD は、北海道地方と東北地方を主な営業基盤とする家電量販店のチェーンストアである。本社を宮城県名取市に設置する。1957年に、青森県青森市で、電飾志向会社、電馬堂として創業。その後、ラジオ等の家電製品販売を行う。 株式会社電馬道チェーンを経て、1965年に青森県八戸市に株式会社電馬道を設立。東北地方太平洋側へ多店舗展開する株式会社電工堂。1990年、北都電機を九州合併して北海道に進出。1991年に株式会社電馬道チェーンと株式会社電行動が統合をした。 電光堂は社員教育に力を注ぎ競合先が家電量販店であるのに対し自社は家電専門店であるとの認識のもと東北在来の競合店に打ち勝ち関東圏から進出した家電量販店とも激しいシェア争いを繰り広げた2004年に神奈川県を中心に店舗を展開していたワットマンが家電事業から撤退したため 同県と東京都の一部店舗を継承。電光道として初めて首都圏へ出店したものの2009年までに撤退している。しかし2007年にケースホールディングスに買収されることが決定し同年4月1日の株式交換によって同社の完全子会社とされた。これに先立ち同年3月末に上場廃止となった。また同年10月1日、 東北ケーズ電機本社三戸市を2008年4月1日には富士屋本社釧路市を吸収合併している。なおケーズ HD との経営統合前、電光道は単年度売上1000億円以上を達成しており、東北地方売上1の家電量販店に成長していた。2015年8月1日、ケーズ HD が株式交換によって、 完全公害者化した池田を吸収合併した。2005年に誕生したプロ野球東北楽天ゴールデンイーグルスのオフィシャル、スポンサーとなり、2006年、泉区に竣工した練習グラウンドの野球場の命名権を取得。電光堂スタジアム泉と命名された。ただし、ケーズ電機にブランドを統合したため2007年で命名権を返上。 現在は、イーグルス戦練習場という本来の名称に戻された。オフィシャルスポンサーは、ケーズ電機に移行後も継続している。青森市に本店を置き、東北地方の日本海側に店舗を展開。八戸市、仙台市に本店を置き、東北地方の太平洋側に店舗を展開。家電と携帯電話を取り扱う、小規模店は中心だが、石巻店。 現在のケーズ電機石巻本店のように、口述するスーパーやマックスを関していないにもかかわらず、わずかながらではあるが、規模の大きな拠点もあった。家電と携帯電話の他に、CD、DVD、ゲームソフトの販売、中古買取を行っている店舗、一部店舗を除くで、宅配、クレジット利用時用のレシート上の店名はスーパーを除いた店なっており、 スーパーの識別はされていなかった。なお、下記のマックスのカテゴリーができる以前から、ある店舗でも、規模の大きな店舗は、現在のケーズやヤマダ機の店舗のように、本店を管していた店舗も存在した。スーパーデンコドの規模をさらに大きくした店舗で、デンコードでは、M、店と呼称られており、宅配、クレジット利用時用のレシート上の店名も、M となっていた。 上実のように、スーパー店の中でも、規模の大きかった本店から転換したケースと、本店がつく店名の遺憾に関わらず、規模を拡張して、新設内市は移設した店舗に関されていたケースが多い。本社がある、名取市に所在した店舗、現在のケース電機仙台南店は、ニューマックス電コードの名称を使用し、宮城県の基幹店として、 他のマックスを関する店舗と、さらに差別化を図っていた。上記の3形態の店舗及び2007年9月以前より、東北地区に存在したケーズ電機店舗、旧東北ケーズ電機は2007年10月1日より、株式会社藤屋が運営していた店舗については2008年4月2日り、随時上記の店舗ブランドに変更されている。北海道内では、 株式会社池田が運営していた店舗があったことから、売ンコードがつかないケースもあった。また、ソフトバンクや Y モバイル、ソフトバンクステージ AU スクエアの併設店も存在する。地域によっては、ハードオフやオフハウスなどと隣接、中には電光ドービレジ、現在は KS ビレッジと呼ばれる拠点もあるいったり、 大型店舗への移転で生じた閉鎖店舗を上都内市は蒸気ブランド店舗の進出を行ったりしている。ツタや店舗は現在は全店舗が電光道エンタテインメントへ運営移行している。ハードオフオフハウスなどはエコプラスによる運営となっている。この他にも WG 店と呼称される CD ゲームソフトなどの中古買い取り販売のみを行うワンダーグー。 ワンダーグー、旧霞グループや MS、店と呼称される携帯電話の専門店、メディアサイト21などがある。家電修理のミスターコンセント、パソコン専門店のカンシティ、コンプシティもかつて存在した。なお、MS21 店舗は2014年8月時点で広崎市にのみ現存していたが、 2015年1月18日の営業をもって閉店した電光道ブランド時代は、マックス広崎店、MS21 広崎、WG 広崎の3店が1カ所にあったが、旧東北系図店舗の広崎本店が存続したため、電光道ブランドのままマックス広崎店が閉鎖されたことから、MS21 広崎、ツタや WG、広崎のみが同地で存続していた。 ツタやおよび WG 店舗は現在は全店舗が電光道エンタテインメントへ運営移行している。2007年10月1日の東北ケーズ電気吸収合併後は電光道ブランドがケーズ電気ブランドに2008年3月までに順次変更されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。